じゃーん。前回の Vlog どうでしたかね。GIGABYTE AERO15 OLED で、完全に編集完結したんですけど、多分9世代目の Core i9 がだいぶね、優秀。今もこれ見ていただくとわかると思うんですけど、負荷が低い時、ちょっと雨がすごくて、むしろ雨音がザラザラ入ってるんですけど、この PC 自体はかなりね、ゲーミングラップトップの中でも静かなんじゃないかな。このコントロールセンターというアプリで、ファンのね、挙動をある程度コントロールできるんですが、多分これを動かしたから、今ちょっとファンが動き始めましたけど、これでね、今、クワイエットモードも、編集中も常にクワイエットモード。これでやってると、かなり快適ですね。音も、せいぜい今鳴ってるぐらい。聞こえるかどうかもわかんないですけど、さらに、キーボードがほとんど、パームレストがほとんど熱くならないんで、僕はどうしてもラップトップで編集してると、パームレストが灼熱化されて、それが辛くて、やっぱりラップトップで動画編集辛いなと思ったんですけど、このクワイエットモードにしてると、かなり快適。で、さらにこのファンクションキーとエスケープを押すと、ここで強制でファンをね、いきます。ダンと。これで、マックスにすると、これさすがに、これすごい音聞こえてると思うんですけど、さすがにファンをマックスにすると、このくらい騒音、ファンノイズ出るんですけど、もう一回これポチッと。クワイエットにすると、もうほぼ無音。無音っていうか多分、CPU の負荷がある程度収まってればファン止まりますね。ということで編集自体もちょっとスタイルを変えて、ここにね、アジャストメントレイヤーっていうのがあるんですけど、今回はカラグレ的なものはもう、このアジャストメントレイヤーで一発、もう個別のクリップ調整とかはせずに、これはアジャストメントレイヤーのノードなんですけど、これを一発タイムライン全体にかけるだけで、これ結構 RX-100M7 をこう、一段グレード上にできるような画質出せるんじゃないかなと思って、編集効率3倍ぐらい良かったですね。じゃじゃーん。東京タワーが。東京タワーがなんかすごい映像になっている。で、そうではなくて、じゃんと。またここにやってきました。さあ、一番乗りの予感。じゃーん。来た。あれそんなことより、ちょっと。いや、ちょっと早く。そうそう、来た。畜生。ちょっとね、焼きたいわ、これ。きたー。でも来たでしょ？結構質感変わりましたね。うん、なんか悔しいな、ここで初レビューする悔しさ。うん、そういうことをね、うん、するとね、はい。お、どやられた。どや返し。どや返ししますよ。そういうことすると。おお。初でしょ、松本さん。このために見ずに待っていたという。そう、ギャラクシー原宿とか行くのね。結構質感いいね。高いね。これ風呂で僕風呂で見てるけど、でもゼンさんのこの間の話を聞いたら怖くなりました。はい、じゃあお疲れ様です。イエーイ。この 4% の奇跡。じゃん。これじゃない？カゴンマ一頭盛りだって。遅い。じゃあ。選択権をあなたに。 BS マガジン創刊、はい、頑張ったでしょう。おめでとう、おめでとう、お疲れ様です。とりあえず始まりですけど頑張りましょう。今思い出しましたけど全部動画撮ってなかったです。もう最後冷麺、肉撮ってなかった。肉全部撮り忘れました。ダメじゃん。黙々と食べる人たち相当食べましたね。まだ来ますから、まだこの後に及んで、ホルモン系ね。ひたすらアベンジャーズについて語る2人。まあなんかスパイダーマン2でね。そうだ。これはひどいね。ネタバレに厳しい人たちでした。いやー、食べ終わった。ちょっと二次会どこ行きますか。じゃーん。さあいきなりここで、これどこでしたっけ？ダム。ここはダム。ダムに来て。ダメ。ダム。ダメ。そこでこのスパイア使ってバックスペース FM マガジン専用コンテンツを。突然ですが、お土産があります。はい。はい。まず松尾さんにはこれを贈呈します。すごい。イエーイ。これ広げると。はい、スヌーピー T シャツ、はい、これはですね、フライングエースという第一次大戦の撃墜王、で彼はレッドバロンと戦ってるんですよ。ドイツ軍のレッドバロンという、はい、のがいまして、その撃墜王がいて、はい、それと戦っているという設定の、アメリカの撃墜王。その「ラッツ」って書いてあるのはどういう意味なんですか？ラッツっていうのはクソっていう意味ですね。ネズミですけど、ネズミさんの名前を出してなおかつ罵倒する。そんなシュールな T シャツだったね。でこういう背景も知らずに、このチャールズ・M・シュルスというのはこの「ピーナッツ」の作者なんですけれども、はい、そのミュージアムに行ったということが僕は許せない。じゃーん、次、はい、次。はい、じゃあジャーマネーお土産です。ありがとうございます。はい。よかったら来てください。これも同じ激強ね。激強ね。ちなみにこれ持って、これ持って次回ドリカフェ用にこれを預かっといてもらえると嬉しいです。そしてジャーマネにはもう一個だけお土産がありました。スペシャル。スペシャル。なんでしょうか。これはでかいですよ。なんでしょう。いきますよ。覚悟はいいですか？じゃん。おお。ギャラクシーバズ。え？未開封モデル。ホワイト。それって余ってたよ。そういうこと言わない。今のこのジャーマネのテンション見てください。これいいでしょう。いや、すごい。いいんですか？いいっすよ。そんな日頃お世話になってますから。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。よかった。いつにないテンション。これいいでしょ？以上です。はい。じゃあ、配信に戻ります。はい、ちなみに僕はこの、ソニーの、これ最強ですね。WF-1000M3。AirPods、ソニー、ギャラクシー。すげえ揃った、ここに。貴重な。3巨頭ですよ。はい。ギャラクシーバズを開けました。すごい。すごい。綺麗。これなんか俺、既視感ある。充電ケースがかっこいいね。こっちの色の方が。ローリーっぽくない？ああ、確かに。ローリーといってどのくらいの人が分かるか分かりませんが。ソニーが iPod 対抗として出したロボット。なんか動くやつですよね。うちにある。踊るやつ。結構買ったわ。剥がれな。ちょ。やばいやばい。ハプニング。さすがサムスン製だけあって爆発する。おやすみなさーい。じゃーん、出る。ついに買ってしまいました。一応動画にしとこうと。ついに買ってしまいました。意外と箱ちっちゃい。この中にここ開けたの？一回じゃん、開いてる形跡がありますよ。なんか意外とこんな感じ。なんか箱がめっちゃ簡易化されてんけど、出るこんな、ちょっとこれなんかすごい簡易包装なんですけど、すごいね、コストダウンが。こんなんで入ってきた。何の説明書ペラと、これ電源、はい、これだけ。本当出るから来てんだよね。すごいね、この最小限。じゃーん、来た。出るの G3。G3 です。じゃーん。G3。結構かっこいい。結構質感悪くないですね。これ電源かな。電源オン。あ、でも結構質感はいい。質感は全般的に。きたー。指紋があるから使いやすいかもしれない。お約束コルタナさん出てきちゃった。とりあえず無事セットアップ完了。マカフィーがインストールされてるのは、これはもう即削除します。